Hello 皆さんこんにちは Welcome to Art Since 1900、uh, 1922年ですね1922ここで、uh, まあハンス・プリンス・ホルンが登場しますアーティスト的にはパウル・クレーそしてマックス・エレンストですねハンス・プリンス・ホルンが1922年にアーティストリー of the mentally ill 精神障害者の芸術と訳すんでしょうか。これを出版する年ですね。まあ大きく言えば、まあ、もうちょっとその70年代以降の言葉を使うとですね、アウトサイダーアートがまあ大きいキーワードですね、この年の。180ページから読んでいきたいですけど、まあこの20世紀に入ってですね、多くのモダニストが、プリミティブアートですね、もうこれは見,見てきましたけど、 えー、プリミティビズムに興味を示すもしくは、えー、子供の芸術を真似る特にこれはドイツの、えー、中心的なブルーライダーグループですね見てきましたそして1920年代に入りますとだもう一つ3番目の一つのこのエグゾティックなモデルが出てきますでこれは何かと言いますと The Art of the Insane、えーまあ、精神障害者の芸術表現 ですねえー、でこれはまあ非常に面白いんですけど例えばパール・クレイのようなモダニストから見ますとですねまさにアートの、えー、プライマル・ビギニングなんかこう幻想的な始まりアートのなんか元のようなものを探るためにプリミティブ子供そして、えーまあ、精神障害障害者の表現 でこれは非常に面白いんですけど上から7行8行ぐらいですけどこのモダニズムのこのまあ、えー、なんかアートの幻想的なその元の追求の、えー、そこではですね矛盾が潜んでいるとパラドックスがあると一方では、えー、表現の即時性イミディアシーですねを えーまあ、追求しようとすると同時にこれは、えー、トライバルなオブジェクト、えー、とかまあいわゆるいろんなものを通して媒介してその即時性を、えー、出そうとするだからこの根本的な矛盾がこのまあ追求の中にあると、えー、いうことですね。何かをこう 通してメディエーションされたものトライバルオブジェクトもしくはスキツォフリーニックイメージですね、まあ、統合視聴症の、えーまあ、芸術を通じてそのイミディアシー表現の即時性を捉えようとするこの矛盾、えー、そしてまああのセカンドパラグラフの下の方ですけど、まあ、多くのモダニストはですねこの、えー特に 統合症スキズフリーニアたちの表現イメージをですねまあやっぱり自分たちの、えーまあえー、求めたものとして解釈していく、えー、例えば、えー、ルールとか、えー、芸術の秩,、えー、秩序に反抗的なものとして捉えていったもしくは無意識の、まあ、典型無意識をこうまあなんかこう見せていく 裸にしていく何かとしてて、えー、このモダニストたたちは捉えてきた、えー、さらにこれはそのロマン主義の時代から実は、えー、精神障害者の芸術というのは非常にその高くある意味では評価されてきたんですけどポストロマン主義の、えー、19世紀の半ばぐらいからですね私、えー、的表現、まあ、非常にその、えー 指的表現的なそのインスパイアされた芸術表現ではなくてですね、どんどん、えー、心理物理的な大敗ディジェネレーションですね、非常にネガティブな方に、えー、19世紀の半ばから実はその、えー、精神障害者の芸術というのはその捉えられてきたということなんですね。えー、180の下ですね、スキツフーニック・マスターズ。この大敗的な <laughs> ディスクールというのは、えー、19世紀の終わり、ずっとその続いていくんですね。精神医学、そして精神分析医学の中でも10世、19世紀から20世紀の初めまで、えーまあ、続くんですね。で、いろいろこう、えー、右コラム書いてありますけど、この、えーまあ、精神医学のこう、まあ 学問の発展の中でですね一つハンス・プリンス・ホルンという人がまあ1922年に重要な論文を発表する Artistry of the Mentally Ill A Contribution to the Psychology and Psychopathology of Configuration です、ねまあ、これが非常にその多くのモダニストの画家たちに影響を及ぼすスタディ本として22年に出版されるっていうことですね 精神障害者の芸術っていう本です。で、プリンスホルンについてなんですけど、えー、彼は美術史を勉強した方ですね、ウィーン大学で。その後、精神医学の方にシフトしてですね、えー、ハイデルベルグの精神医学クリニックに1918年、えー、入っていくんですね。 でそこで、えー、ハイデルベルグのクリニックが持ってた多くの、えー、精神障害者の芸術コレクション、えー、をですね、えー、どん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 その拡張していくどんどんその,、まあ、そのコレクションのスタディそしてコレクションをどんどんその集,集め続けるということをします4500点ぐらい435人の患者さんたちの、えー 絵とか、まあ、作品ですねでほとんどの患者さんは、えー、先ほど出てきたスキチフリーニック統合視聴症の患者だったということですねでプリンス・ホルンはこのスタディーの中で非常に面白い分析をするんですけど6つの欲、まあ、ここでは6ドライブ r i v e と書いてありますけど、まあ、6つの欲を、えー、統合視聴症の患者 そしてその表彰の中にあるんではないか。芸術表現の上で6つの欲があるとプリンスホルンは指摘します。しかもこの欲は美学的ではないと。美学的なその要素ではなくてですね、彼はもっとアルカイックなドイツ語でビルド・ネレイアーティストリーをイメージ・メイキングという言葉を使うんですね。クンストアー という言葉でではなくてですねプリンス・ホルーンはアートという言葉を避けて、えー、まあ芸術性もしくはイメージ作りイメージメイキングという言葉を使うんですねこれは非常に面白いと思いますね181の方ですけどこのまあ6つの欲はじゃあ何だったのか、まあ、精神障害者の芸術を、えー、の中には、えー、必ず見れる、えー、6つの、まあ、特徴欲 が、えー、プリンスホルンのスタディの中で出てくる。えー、見ていくとですね、drives towards expression, 表現、play, 遊び、ornamental elaboration, 装飾的な性地化、装飾性ですね。patterned order,、まあ、パターンされた何だかの秩序。obsessive copying, 脅迫的な、まあ、コピー、コピーングですね。 そしてシンボリック・システム、象徴的なシステム作り。で、この、まあ、総合作用の中で、えー、表現が成り立っているというのが、まあ、プリンス・ホルンの、まあ、論文ですね。しかし、ここでプリンス・ホルンも実はその矛盾を、まあ、あ論文の中で、まあ、抱えることになると。で、この矛盾もまた非常に面白いと思いますね。えー 表現や遊び、エクスプレッションやプレイというものは、えー、世界に開かれている主体を逆に表すのではないか、ね。確かに遊びとか表現、何かをエク,スプレスエクスプレスしようとする、外に出そうとする。えー、世界と開かれている主体を表す一方、逆にですね、そのまあ装飾の聖地化とか 秩序をパターン化しようとする何らかの,その象徴的なシステムづくりこういうものは逆に固く世界から守られている主体を表すんではないかとすなわち非常にそのインターナルをエクスターナル内面的なものえに対してまあ外部このまあ非常に根本的な矛盾が実は 精神障害者の芸術このプリンスホルンのスタディの中に見えてくるんではないかっていうことですね。プリンスホルン本人も、えー、一番下のイタリック調ですけどこれ非常に、えー、重要なとこだと思いますけどアーティストと統合視聴症の患者の、えー、間には根本的な差異違いがあるとプリンスホルンも実は、えー、認めるんですね。根本的な違いで 何かというとですね、まあ、最も孤独な作家、アーティストさえ、えー、まあ、現実とのつながりを持ち続けると。contact with reality と言ってますね。しかし、統合視聴者の患者は、えー、humanity もしくはその社会、世界から、えー、d e t a c h m e 距離を置く、その離れてる。ということですね。そして、 えー、そのコンタクトもう一回そのヒューマニティや、えー、現実とこうつな、えー、がりたいんだけどつなが,がることができないこれがまあ大きなアーティストと、えー、統合視聴症の患者さんの違いではないかっていうのがプリンスホルンのスタディの中でも出てくるんですね182の方ですけど、えー、まあモダニストの中で最もまあ えー、精神障害者の芸術に興味を持つ人は、まあえー、クレー、えー、ドイツダダイストシュルリアリストのマックス・エルンストもしくはジャン・ドブッフェ出てきますね作品は非常にその肉体の歪みで実験がされるクレーはた例えばその目とか頭を非常にその大きく えー、膨らままたりしますよねそして装飾的なパターンを繰り返し絵の中に、えー、使ったりする。えー、で182の左コラム下の方ですけど、えー、肉体に対する、まあ、不安ですね、まあ、ボディのイメージに対するこのアンザイティ不安、えー、これが非常にまあ重要だと思いますけどクレイやエルンストンの作品を見ていくとですね、まあ、この えー、肉体が持つその、まあ、境界線ですねバウンダリーボーダー境界線、えー、が非常にその、まあえー、まあ揺らぐというかと言ってもいいと思いますねでバウンダリーがまあ消されていったり、えーえー、誇張されていくこの、まあ、まさに境界線がまああのー、どんどんそのまあ,あの統合視聴所の 芸術のように、まあ、緩くなっていくと言ってもいいと思いますね。右コラム、えー、例えばクレイはですね、と、えー、図、えー、が、まあ、崩壊するような絵を描いたり、えーまあ、一つになる主体や空間、一体になるサブジェクトですね、いやスペース、空間や主体が、えー まあ歪みを持ってちょっと崩壊に向かっていくと例えば Room Perspective with Inhabitants、まあ、この作品ですねあのこれを見ると確かに地図が完全にそのまあ、えーまあ、インターロックされちゃう、えー、まさにそのバウンダリー境界線が分からなくなっている作品だと思いますねエルンストはこのまあ、えー、肉体の疎外感をもっと えー、面白く描いていて、この The Master's Bedroom、非常にその彼の重要な作品の一つだと思いますけど、えー、この不思議な歪んだ空間に置かれたその不思議なものですね。クジラや、えー、羊、えー、クマ。なんかこう、意図が読めないような、あれがあるんですけど、みんなこっちを見てるんですね。えー、アーティスト、ビューアー、 まるでその脅威を持った形でこっちをまたその眺めているまるでその長く抑圧されたなんかトラウマのファンタジーがえーもう一回その主人を支配するように蘇ってきている、まあ、このような形で描かれてますねこれなかなか詩的な、まあ、まさにこの絵を眺めていくとですねそういう不思議な感じもしてきますね確かに非常に不思議な絵ですよね うん、そして InBetween Worlds1920、まあ、年、えー、ですけどクレイはですね Creative Credo っていう、まあ、彼の、えー、一種の,その宣言文章を書きますね創造的心情、まあ、というかでここで、まあ、あの過去のレクチャーにも見たように Art does not reproduce the visible 目に見えるものを Art は表彰するではなく It makes visible、まあ、目に まあ、見えるものをそのまままるでこう表彰を超えてですね表彰というそのメディエーション媒介を超えて直接的に生的に目にそのまま、えー、見せてくるとでまあクレイの考え方がこのクリエイティブ・クリードでこで展開されていくんですけどこのプリミティブ子供そしてまあそのまあインセイン 精神障害、えー、を持った方もしくはその非常識的な表現の中でこれがもうスペシャルなステータスを持ってるというのがまあクレイの考え方ですね、えー、なんかこういう人たちは子供やプリミティブや精神障害を持った方は間のなんか間の世界に存在している in between world、うん、で この人たちは、えー、その見る力、このクレイがこだわった、そのビジビリティ、ビジブル、この見るという力をもまだ持ってる、もしくは再発見できた。というまあ感じで強くクレイは、えー、文書化してるんですね。で、下の方に行くとですね、クレイは、えー、まさにこの無邪気なビジョン、視覚というものに対して非常にこだわり、憧れを持った。 無邪気な,イイノセントなしかし無邪気なビジョンというのにどんどん入っていくと同時に、えーまあ、非常にそのインテンスな共同のなんかこうエネルギーを発見逆に発見することになるとでこれはまあ恐怖に近い発見であるんですねこれ何かというとですね主体が失われた 空間の中で主体性が全くその失われた、えー、まあ、その、共同な、ある意味な恐怖がそこに実は潜んでる。これがまあ無邪気な視覚なのか、このまあ、ある意味ではその、恐怖、恐怖体験も実は、その、まあ、裏表というか、そういう発見をするんですね。 183に行くとして、ね、クレイは実はそのハイデルベルグのコレクション、精神障害者の芸術コレクションは、プリンスホルンがそこに行く1918年の前に実はもう知ってるんですね。それをまあ多く見てたということはクレイにあります、えー。そしてまああの、やっぱりこの辺も面白くて、このまあ、表裏です。裏表ですよね。そのまあ一種のその憧れ。 無邪気なビジョンに対するその画家たち、モダニストたちの憧れと同時に、そのイメージが持つ、そのまあ、取りつかれるあ、作家本人をイメージがこう取りつ取り憑くイメージとして、そのリスクですね。でこれは最、まあ、もっと、まあ、あの表している、えー、作品としては、そのヨハン・クヌッファーのモンストランス・フィガーですね。このまあ えー、まさにあのハイデルベルグのプリンスホルンコレクションに確かに収められてた精神障害者の芸術ですねが出てきますでまさにこのモンストランスというのは非常にその面白いんですけどモンストランスはもともとキリスト宗教の中でですね、えー、ラテン語で「to show」何かを見せるというまあ言葉から来てるんですけど、えー、生態配慮 えー、生体、このユーカリスト、マスですね。えー、の中で使われる一種の,そのオブジェクトなんですね。そのモンストランスという、えー、ものが実際にいまだに使われています、えーで。これは特にカトリックの方ではですね、あのこの性変化というのがありますね。キリスト、イエス・キリストの、えー、the body and the blood、まあ、肉体と血というものが実際にそのパンとワインが イエス・キリストの肉体と血に変化する性変化その性変化されたものを収めるそのレリックを収めるものがこのモンストランスだったんですねでそこに収めて信者たちにまあ、えー、見せるという、まあ、非常にその太陽の形をしたりする,するんですね、えー、でまあ実際にそのカトリックの中では性変化するんだけど見た目は単なる 単なるというと変なんですけどまあ見た目は、えー、パンとワインのままなんですけど実際にはトランスフォームされてるものなんですねこれはカトリックのテオロジーの中では、まあ、こういうものを収めるものがモンストランスこれをクヌプフナーは描いてるしかし、えー、ちょっとまあ違う形で描いちゃってるんですねまさにクヌプファーのこのモンストランスフィガーというのは まあその巨大な,まあなんか怪獣のようなモンストランスモンスター非常にその言語的に近いですね、えー、あまりにもそのクヌッファーが見てる神秘的なビジョンそのものが、えー、透明すぎる形で描いちゃってるもうストレートな生の形で描いちゃってる。 これがまあその統合視聴症を持ったそのヨハン・クヌップファーの表現になっていくんですね。えー、非常にインテンシブな、共同なえまあ野生のまま描かれると言ってもいいかもしれません、ね。まあ、野生という言葉のニュアンスはちょっとあれですけど、非常にその untamed と英語でなっていますね。生、老、そのまま。この恐怖。これがまあその えー、統合視聴症の、まあ、すごい芸術の特徴の一つではないかエルンストも、えー、言及されてますねマックス・エルンストエルンストは非常にその、えー、アイデンティティとっていう問題ですね主体のアイデンティティアートのアイデンティティの原理を混乱させようとした形で、まあ、あの精神障害者の芸術に非常に興味を持つということですね 彼のダダ時代のコラージュケルンでの、えー、ダダのコラージュ時代から実はこういう、えー、ことをまあ追求してるで実際に彼はその、まあ、反自閉症的なキャラクターダダマックスというキャラクターまで作って、えー、こういうコラージュを作るんですねエルンストはダダマックスというまあ一種の,そのキャラクターを作っちゃうんですねクエイザイオーティスティックそして えー、まあ非常にそのなんて言うのこう、えー、統合視聴症の、まあ、いろんなその特徴をまあつかんだような芸術表現をマックス・エルンスとはしていくんですね。えー、まあ機能,機能がこう、えー、機能障害というかそういう、えー、マシーンのような機械的なえー ポートレートを描いたりしてるんですね。そして、えっと、ちょっと時間も見ながらやるんですけど、こういうまあ、コラージュというのは、後々シュールリアリズムに大きな影響を及ぼすということはまあ重要ですよね、えー。視覚的な新たな、完全に新しい視覚構造、ニュービジュアルストラクチャーを、えー、ヒントとして、えー、生み出していく。ロートルモントやランボーの死、えー にもまあ非常にその言及があると。えー、184の方ですけど、フランスのまあえっと詩人のピエール・レベアティっていうのは、シュルリアリズムのまあ、えー、ポエティック詩というのをこう定義するんですね。Two realities more or less distant brought together ですね。二つのリアリティが離れている。これが一緒になる。離れていた。 二つの現実が一緒になる。まあ、これ、非常にこう、ベーシックなシュールレアリズムのポエティークのまあ定義ですね。で、この定義を最も表すのが、principle of collage ですね。コラージの原理がまさにそうですね。えー、表彰というものを妨害する。そして、subjectivity、主体性も妨害する。これがまさに統合視聴者芸術のまあモデル。 えー、とつながるポイントになっていくコラージュシュルリアリズムという感じで、まあ、エルン,ンストのまあプラクティスが非常に、えー、入ってきますよねそして、まあ、あの右コラムの方ですけどここでまたフロイドが言及されていますでここではフロイドの、まあえー、概念の The Primal Scene です、ね、最初の光景というんでしょうか一番プライマル最初の光景 でこれは何かというとですね、フロイドの精神分析の中では、え両親の、まあ、セックスしてるシーンを子供がまが、あ、見ちゃう、子供が見るということを指してるんですね、このプライマルシーン。これによって子供が自分の起源、自分がどこから,やどこから生まれてきたのか、どこからやってきたのかっていうもののヒントに初めてなる。 そのまあ両親がそういうセクシュアルなシーンをえー見ちゃう。そしてそこから最高セクシュアルなトラウマも実はえ出る瞬間かもしれないというのはフロイドのまあ概念にもなってるんですね。これがそのプライマルシーン。まあ、フロイディアンのサイコロジーの中ではその最初の光景と呼ばれるものですね。で、マックス・エルンスとはこのプライマルシーン、フロイディアンのプライマルシーンを えー、まさにその、まあ、まあ引用というか、えー、使っていくんですねシュルレアリズムのレパートリーの中で、えーまあ、言及し始めるとでまあエルンストはいろんなそのコラージュやフロッタージやグラッタージいろんなその技法を使うんですけどまあ一言で言うといろんなそのこす,こすりっていう、まあ、何かをこするという行為を通じてイメージを作り出すなんか Rubbing、えー、スクレーピング こういう、えー、プロシージャー行為を通じてですねエルンストは何を目指しているのか d ィ s u b l i m a t e art De-sublimate Sublimation というのは消化させる、えー、アーティスティックな方向性にどんどん高く持っていくそれの逆ですね非消化する逆にアートを精神・性的欲・欲 もしくは障害、ディスターバンスに開けていく。そういうサブリメーション、その高いなんかこう芸術的なアーティスティックなものではなくて、そこから逆に、まあイメージとしてはなんかこう、えー、精神、性的、欲望、なんかもっとその人間臭い、えー、地面に近いというイメージですよね。上ではなくて、なんとなく下というか。えー、そういう欲、ドライブに、 アートというものをオープンさせていくのが、ま、エルンストの一つの、ま、狙いだった。フロッタージュ、グラッタージュ、擦り、コラージュを使ってですね。このプライマルシーン、フロイディアンの、この、ま、最初の光景みたいなものをもう一回その呼び起こそうとする。っていう感じだと思いますね。そして、まあ、あの、締めの方に行きたいんですけど、えー、ま、まさにそのエルンスト、 えのまあ、言及がずっと続きますけど、えー、目的アートの一つのパーペース目的というのは Disturb the principle of identity まさにその、えー、アイデンティティという原理を混乱させることであるアイデンティティという原理ですね、えー、作家のフィクションオーサー物事をこう書くクリエイトする作家性のフィクションを廃止する そして単一的な主観的な作家もしくはアイデンティティというものに対する廃止非常にこれ面白いですねこういう意味でエルンストやクレイは多分その、えー、精神障害者の芸術統合視聴者の芸術に非常にその興味を示すそこから何らかのヒントを得れないかという、えー、まあ 一つのナラティブになっていると思いますね。えー、しかし、まあ、ここで終わるんですけど、あのやっぱりいろんな矛盾が、こう、の中でやるしかなかった。これも本人たちも多分十分承知してたと思いますね。やっぱりその振り返ると面白いですよね。あのプリンスホルン本人も言ってるように、アーティストと主張、統合視聴症の、えー、患者の違いがありましたね。 世界に開かれている、えー、関係性が持つに対して、えー、その関係性が取れない、まあ、この違い、えー、そしてこのまあモダニストの中でそのインスピレーションにな,るなっていくんだけどなんかその矛盾ですねそのまあイメディアシー versus メディエーション即時性を求めてしかしそれをこう何かを通って一回その媒介して その即時性みたいなものを求めるこのまあ矛盾えーアートのプライマルビギニング幻想的なその始まりというか元を探るクレイでありエレンストでありそしてまあこれが後々まあアウトサイダーアートという単語に多分その日本ではそのアウトサイダーアートとして知られていきますよねもしかしたらもともと出てきますけどこの22年のハンス・プリンスホルンの えー、22年の,そのまあ論文がまあ一つの重要なポイントになっています、ね。いまだにプリンス・ホルン・コレクションというものは実際にえ見に行けるし、えーまあ、ちょっとその余談ですけど僕の実はその博士論文のまあメインの,そのチューターであった博士は実はロジャー・カーディナル先生という人が、まあ、当時ケント大学カンタベリーにいるんですけどロジャー・カーディナル が実は1972年にアウトサイダーアートというまあ本を書いてですねえ彼が初めてアウトサイダーアートというまあタームをまあそこで提示したっていうまあちょっとその個人的なつながりもあったりしてですねまあ彼のもとでずっとその4年間ほど博士論文を書いてたんですけどえまあロジャー・カーディナルのことも思い出したしですね 非常にやっぱり複雑なあのエリアだということも本人もずっといまだに書いてるっていうのもまあ思い出しましたね。プリンスホルはその6つの欲ドライブにこう非常にこうまあ初めてえ学問的に分析しようとしたんですけど非常にその複雑なえ領域だと思いますし あのこれはもうカーディナル博士もずっと書いてるしそれ以降いまだに、えー、アウトサイドアート、えー、そして、まあ、近現代美術の関係というのはいまだに、えー、強くあると思いますしね、えーまあ、このようなクレーマックス・エルンストの、えー、モダニズムの、えー、1920年あたりから実はその種が非常に深く実は、えー、発展してたっていうまあ 1922年のストーリーだったんですけど、えー、面白いですね皆さん、えー、そして、まあのーえー、181ページにちょっと戻るとですね、まあ、あのイメージがあってですね「大敗」という言葉を使いましたけどこれは実はその大敗、えー、芸術展これはまあナチス、えー、が1937年、えー ヒトラーの下でナチス,ナチス展として非常にその有名な大敗芸術展というのがあってです、ねまあ、そこで出されたパウル・クレーそしてまあ精神障害者の芸術をこう、まあ、まさに同じ形でこうあのナチスのプロパガンダとしていかに、えー、近代モダンアートが大敗的であるということを、まあ、あのプロパガンダとして出すために えー、まあ使われた利用されたということも実はあってですね。まあこういうあのまあ非常に複雑な歴史の中で、えー、まあある歴史ですね。ということで、えー、締めたいと思うので、えー、until next year 皆さん、I'll see you then. So goodbye.